打てないよね。緊張するでしょうね。するでしょう。バッティングコーチから教えてもらえませんけど。もうほとんどボール、ね。ほとんどボールね。まあ佐々木朗希というね、このすごいピッチャーが出てきましたね。完全試合。牧原君以来の完全試合をして、その次のゲームもまた8回まで完全試合をしたっていうね、すごいピッチャーが出てきましたけども、岡田さん、あの彼のピッチングはどういうふうに見てますか？いやいや、あの時ちょうどね、まあ、スポーツニュースとかでもね、いっぱい何回も見たけど、打てないよね、あの打てない、完全試合の時のボールはね、打てない。打てないね。はいはい、あんなボール球をね、結局そうね、振るのやっぱりすごい変化してんだろうなと思って ね、 ね、あれ、あのその前が、あの野田君がね、あのね、あの19奪三振で日本記録だったんだけども、うん、今回それに並ぶ19奪三振、同じやっぱり千葉ですね。千葉ね、あの風やろね、風っていうのは一つね、風のフォークの落ち方だろう ね、 落ち方ね、あれ僕あの何回も言ってるんですけどね、あの上の方はセンターの方からこうバックネット方向にこう吹いてきてることが多いです、うん、それがこのバックネットの方に当たっても逆にピッチャーの方に向かっていくんですよ、ね、あの小雨の時にね、その形はすごい分かった、うん、雨のね、状態でそうすると、あ、ピッチャーの方にこうやって逆風になっていってんだっていう、そうするとフォークがドーンと落ちるっていうね、うんうん、だからそれはもうバッター打てない、あの逆風で160なんて出るんやからスピードはね、スピードはすごいですね、途中13連続奪三振、13連続なんか考えられないですね、これも記録を作りましたよね、そういう記録を作るのはすごく、あの昔あったよね、広島戦じゃ、うん、村山さん監督の時かな、うん、6者連続三振ぐらいで初回から、あれが初回からですよ、初回からね、あ、それのその記録をなんか村山さんが持ってたみたいね、6か7ね、6、7、マネージャーにすぐ調べろ言ってたね、村山さん自分で自分で7番誰やったかな、なんかセーフティーやれとかなんか言ってたな、あ、本当にそういうことだ、あ、そうか、それがまあね、もうあっという間に追い抜いて、もうね、13なんかまあ一回りね、それもあの時あのまあ一番三振の少ないっていう吉田からね、3三振ぐらいっていうのね、まあ調子もあんま良くなかったと思うんだけど、うん、それにしてもね、やっぱり前に飛ばなかったっていうのはね、すごかったですね。あれ、ま、岡田さん、そういう時に守ってるいうことの経験ありますか？まあ、完全はないでしょ。完全はないです。ノーヒットノーランは。ノーヒットノーランもないんちゃうかな。僕は、あの、各体験が西武の時にノーヒットノーラン、あの時僕が外野守っててね。ノーヒットノーランと完全試合全く違うじゃないですか。ノーヒットノーランだったら、ヒット戦で全部飛び込んでいける、うん、けど、完全試合はランナー出しちゃいけないから、野手陣がものすごく緊張してるんじゃないのかな、ね、緊張するでしょうね、するでしょう、いやそれはもう完全に飛んでくんないですよね、だそうやって考えたらこの前のオリックス戦ではあの先頭打者福田君かがヒット打って、あれロッテの野手陣ホッとしてんじゃないの、うんうん、まあそうでしょうね、ね、もう野手は、まあ、気持ちだけホッとしてる、ちょっとね、うん、今日はもう緊張そこまでしないでもやれるぞっていうね、しかしやっぱ思ったのはコントロールいいよね、フォアボール出さないよね、いいですよね、素晴らしいですよ、そんなに浮き球もないしね、あんだけ速い球が出て、あんだけ足上げたらね、ちょっとバラつき出るかなと思うけど、足はこうぶっ上げるけど、ね、体はこう倒れないですよね、後ろにねピュッと立ってるから、ね、体までちょっと細いけど、結構芯がピッとしてるんだろうね、あれね、まあ、ちょっとその心配問題があった後に、うんうん、すぐ一応登録抹消したんだけど、うん、あれはもうその問題じゃなくて、もともともそうですよね、一回そこで間を空けるっていうのを決めてたんで、うん、そこはね、ちょっと違うんですけどね、そういうのだからこれ160、ね、常に160キロ以上投げるピッチャーってどのぐらい疲れるんだかわからないじゃないですか、結局絶対疲れますよね、うん、もう僕らの想像以上のだから160いたら、前からクローザーとかね、はいはいはい、1イニングのピッチャーですよ。いや、1イニングですね。とね、うん、それでフォークが歩いたらね、クルーンとかね、あんな、確かに確かに。それをね、9回、あれを継続して投げるいうのは、ほらもう。それは大したもんですよね。それはすごい、まあ、それは疲れると思うし、ね、疲れますよね、筋肉っていうかね、うん。だからそれはもう中6日なんかでも足らないでしょうね。うん、あの辺はもう特別な
なピッチャーだと思いますよ、うん、あとそのもしこれ佐々木朗希投手と尾形選手が対戦するとなったらどういう感じで考えますか。僕はまっすぐしか狙わない。まっすぐ待ちね。まっすぐ一本、ね。まっすぐ一本、うんうん。それをどうするとか関係ない。いやもう取り紙が合わせてくるだけ。うん、バットに当てに行くよ、ね。当てに行くね、うんうん。前に飛んだらね、どっか落ちるかもしれない。確かに。まあ早いピッチャーで。そうそう。あれあのフォークのね、うん、ピッチャーとか言うけどやっぱりまっすぐですよ。確かにね。もう一回現役の時にあの。もうあのあれとか横浜かな、うん、じゃあ佐々木ね抑えのあああの魔人大魔人、ね、はいはい、あれは優勝した時ぐらいかな、うん、あのもう絶好調の時に、はい、あの横浜がね、はい、阪神でね、はい、あの1年間ヒット2本やったの。1年で俺のヒット2本ですよまあ1イニングだもんね。1イニングでね。で一回ミーティングでね、はい、もう横浜のビーチの時かな、うんうん、あ佐々木京戦やったかな、バッティングコーチも、うんうん、いや、僕はもうそれ、どなして待ってるとかね、どなして打ってるとか、なるほど、僕、まっすぐしか狙ってませんと、はいはい、フォークと分かった視点でもう振りませんと、あ、なるほどね、うん、もうフォークは、うん、僕、フォークの打ち方はバッティングコーチから教えてもらえませんよ確かにね、そうね。いやだから、うん、フォークで分かったら、うん、振らんかったらいいんちゃいますって言うの、うんうんうん、俺2軍の時からいつも言うじゃん、思った。あの見極めができればやっぱりピッチャーあの不利なカウントになりやすいんでね、まっすぐ2軍の若いバッターでもね、うん、そのフォークで三振したら、まあ、フォークなんかベンチから見るとすぐ分かるから、今のフォークやなと、はいはい、今のボール何やったらフォークですって大きい声で言うね、若い選手も、はい、でストレートで三振したらね、うん、今のボール何やったらストレートですって、ちっちゃい声で。ああ、なるほど、うん、で、いつも俺もお前、誰にフォークの打ち方を教えてもらったんやっていつも言ってた選手にフォークは見送るボールちゃうのもああ、なるほどね。確かに半分以上ボール球ですね。そう、ボール、うん、半分、もうほとんどボール、ね、ほとんどボールね。だからストライクゾーンに来るのはもうね、あのチェンジアップみたいなボール、あれはそこまで落ちないから落ちないからね、うん、確かにストライクボールに来るのはチェンジアップ。確かに。ストライクからボールになるのがフォークやで。そうですね。うん、そこの見極めさえできればね。あそこか。佐々木朗希投手をもしこれから打ち崩すとなったら。そう、俺はもうまっすぐ一本でいこうとね。一本ね。とにかくもうリリースポイントからね、うん、ボール見てもうフォークって分かったらもう来るなと。うん、はいはいはい。とにかく。はい。うん、そうかそうか。まあ、僕らはあんなすごいピッチャーに対しては、何か癖ないかなと思って見てる。あまあ基本的に二つしかないじゃないですか。まっすぐフォークと思ったら、その違いがどっかに出るはずなんで。出るか今からね。だからそこをしっかりもう見ていけば、多分どっかに出る、うん。まあプロだったらそういうところもね。いやもう狙いはやっぱりストレート一本で。ストレートですね。絶対一本ですね。でストレートのタイミングの時に振りに行くっていうね。でストレートがそんな暴れないからいいんじゃないですか。確かに。ある程度ストレートはねストライクゾーン来るでしょ。確かにね。あのそんなに体が近いところも来ないし抜けたりね、うん、あんまりしないよねストレートね、うん、そういう怖さはないんでね。まあ、そうか、まっすぐ一本待ち、まっすぐ一本ですね。フォークなんかあんな打てないです、あんな、まあ、あれをいかに見逃すかフォークはもう絶対見逃す、見逃すかっていうことですね。そこの勝負ですね、うん、なるほどね。で岡田さんがあの現役の頃にこれすごいピッチャーだなって思ったのありますか。誰が一番こう現役、まあ僕はでもやっぱ江川さんかな、ね、あの若しこれ見ておかしいけど、まあ僕大学からやってたから2年間わずかで、そうか、一緒にやってんだね。あの伸びはあんまり、あんまりそのスピード感とかあんまり言わなかったから、言わなかったですね、うん、とにかく当たらないからね、言うと伸びる感じのね、それも力感がないなら、ね、うんうん、だから、まあ、スピード感にしたらそんなにあれ、ね、出てないかも、まあ、150ぐらい、ね、あのこの前調べて158が出のぐらいなんだって言ってました、ね、うんうん、まあ、それでも早いけど、ね、あのね、回転があるんでボールの下を振ってるんですね。そうですよ、結局そういうことですよね、まあ、回転っていうかね、スピンがかかって、うん、そういうボールなんだね、うん、やっぱストレート当たらないピッチャーが一番すごいピッチャーと思うね。確かに、あのバッターからすると、うん、フォークでやられたらなんかかわされたなって思われるんだけど、
まっすぐで完璧にやられるまっすぐでね、空振りが一番バッターにはつらい、つらいというかね、力負けしたなって感じがしてね、まあ、それを感じさせるピッチャーでしたね、ガードね。そう、まっすぐとカーブしかないのにね、まっすぐカーブだけですよ、そうやって考えたら、そんなに球種、佐々木朗希君もね、多くはない、うん、シュートを投げてないでしょ、投げてないですね、でまあ、シュート投げたら、なんか、それだと遅くなるんですよ、遅くなるんですね、そういうなんか、説がね、そうか、そうか、で、スライダーの曲がりも悪くなるみたいな、シュートを覚えると、あ、そういうことですね、そんないらないですね、うん、あの球だったらね、江川さんが、まあ、すごい、やっぱりすごいなと思ったっていうのがあるんですけど、あと、他にこう、すごい印象に残るピッチャーっていうのはいますか、何か。僕はね、まあ、今ね、さっきもちょっとシュート言ってたけど、はい、オールスターでね、はい、こいつすごいの投げるなと思ったらね、はい、あれ、西武のね、はい、渡辺かな、渡辺富夫、あ、富夫の方ね、井野将棋、あ、渡辺富夫、愛媛県の方のね、出身の、はい、あれ、シュート、あれ一番いいシュート投げるのは、ああ、すっげえ、あれ、渡辺富美男かなと思ったけど、僕らはもうその辺は立ってないんで分からないんだけど、ああ、そうですか、ああそんなにいたの、オールスターしか合わなかったんだよね、ああすごいシュート投げるなと思って、また短い近畿、印象のほうの、だから1年目、あの村田チョイさん、オールスターで村田チョイさんのフォークにちょっと屈伸したんですけどね、見送って、長治さんのあの球は素晴らしかったよね。長井さんの絶好調の頃は、ね、ちょっと手術開けてね、それでやっと投げ出して、うん、徐々にも戻った時ですね、その頃か、じゃあもうその前のあのもっとすごかった感じですね、それは知らないですね、あれ屈伸したね、北欧ストライクやった、こうなったそうか、そういうやっぱり、ね、そういうなんかね単発的にすごいピッチャーっていうかね、もういましたね、小松も早かったけどね、そう、あの頃はね、あれ小松の時はもう名古屋球場あのスピード感あったもんね、150あれだからそう、あの小松さんとか速いっていうんで、そうそう、うん、あれね、うん、ちょうど出だしの頃から出だしだからスピード感の申し子って言われてね、うん、だからあの当時の、うん、まあ、ちょっとグッとくる方やったね、小松ですか、ズドンじゃなしにね、結構スピンの効いた方だね、鈴木高松とかとまたちょっと違う、まあ、ちょっと違うんですよ、ね、高松さんも速かったけど、うん、やっぱ立つのがザーンって、ね、伸びてくる感じだよね、ストレート、まあ、こうやって昔からね、やっぱすごいピッチャーいたんですけども、うん、まあ、でも、うん、常時167-3で、ね、9回行くんだからね、そんなピッチャーはちょっといなかったですね、うん、あ、すごいね、まあ、これからの、ね、活躍もちょっと期待しながら見ていきたいなと思います、ね、うん、どのぐらい続ける、故障しないでほしい ね故障君、もう故障しない、だからそれは井口監督もすごい気にしてんじゃないですか、そうだね、多分彼は将来またメジャーに行くっていうような願望もあるんでしょうから、誰も分からないもんね、あのぐらいのボール投げたらどのぐらい疲れるとか、誰もそんな経験ないでしょうか、ね、経験ないもんね、だからもうやっぱり、まあ、大事に大事に使わざるを得ないっていうね、うん、ところでしょうね、まあそうだね、でも大事に使うぜ、あのそう思ってたらメジャー行ってしまうから、ね、まあ、メジャーで一番やりたくないなかなかこれ、そういう姿を見るんでね、この前のあのだから8イニング完全した後次のピッチャー来て結局最後あれ負けゲームになりますからね、だからそういうのもあるから、まあ、チームとしても致し方なしでね、難しいところですけどね、監督って大変ですね、うん、そういう意味ではね、わかりました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。